修士は修士の学位であり、保険学に関する専攻分野を収めることによって、当該大学の大学院により授与されるものである。日本では主に修士の学位は、医学部保健学科を設置した大学の大学院修士課程によって授与される。医学部医学科が医師を養成する学科であるのに対し、医学部保健学科は俗に、コメディカルと呼ばれる臨床検査技師、 診療法者専技師看護師、理学療法士、作業療法士などを養成する学科であるため、修士の学位取得者は、これら医療系の資格所有者であることが多い。また、看護学分野については修士を授与する大学もある。保健学修士の上に位置づけられる学位として、大学院博士課程の博士、下に位置づけられる学位として、大学の学士がある。博士び学士も、 修士の学位と同様に、大学によって名称に多様性がある。一般財団法人医学物理士認定機構の実施する医学物理士認定試験の受験資格に、放射線技術学系の修士、または理工学系の修士を有するもの、または見込みであるものが掲げられている。ありがとうございます。